どうもくまです。プロジェクトホスピタル実況パート11やっていきましょう。5階建てになりました。我々のコーマ委員ですね。前回はですね、その5階に整形外科を作りました。まあ骨折系とかですかね、そこら辺をまあ、つなげてあげる、手術してあげる、そういうような診療科ですと。で、治療費がね、結構高いんですよね。2000ドル、3000ドルがゴロゴロあるんで、あなたは？あなたは単純骨折ですね。はい、2800ドル。素晴らしい。金のなる木です。で、ゲーム的には、あと残り3つですね。内科、循環器科、そして外傷外科。この3つ。つが、最後診療科残ってます。これらすべて設置してもう完璧なる総合病院にしたいなと思っています。でですね、この外傷外科っていうのが実はこれね、ダウンロードコンテンツで後から追加されたものなんですよ。だからもしかしたら結構ボリュームあるかもしれないなーなんてことを思っているので、先にさ、いや、もともとね、外科同士、整形外科と外傷外科にしようかと思ったけど、先にちょっと別のやつやろうかな。1フロアにさ、2つの診療科を、設置したいなと思っているんですけれども、外傷外科このスペースじゃ入んねえんじゃないかなっていう気がするので、さっきの理由でね、ダウンロードコンテンツだからと。他のところにしましょうか。何にしようかな。循環器科とかにしましょうか。ね、このあたりをちょっとこう、あ、まあ、いろいろいるものはいるのか、必要は必要だけど、まあ、最低限ね、はい。あんまり変わらん気がするんで、ちょっとこれを、今回、5階の半分のスペース作っていきたいと思っています。で、まあ、お金は全然ないんで、もうこれはもうしゃあないから、融資、受けましょう。お金借りよう。そんな感じで、借金をしながらね、あまり利子大したことないから、このゲーム。借金をしながら、まあ、今日だけでいくつの、診療科作れるか分かりませんけれども、やっていきたいと思います。というわけで本日も会員です。じゃあ早速借りたいと思います。6万ぐらい借りたいですね。はい、1日の利子は600ドルとか、まあ大したことないですよ。うん。で、早速作っていきましょうか。まずは診察室。どうだろうね、循環器科って患者どれぐらいいるんだろう。二ついるかな、診察室。まあ、作っとこうか。で、待合室はここら辺に、狭いかな、いいか。こう作って、あとは入院系ですね。はい。このあたりはまあ、いつも通りかね。診断室、一般病棟、HDU、医師待機室、ナースステーション。はい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 。で、なんかさ、いつも同じような感じでこう、壁で普通に仕切って作ってるのも、まあ、さすがに数をこなしてきたら、もうちょっと刺激が欲しいなってことになりました。私の中で。なので、ここら辺全部大部屋で一個にまとめちゃいましょう。そういうことをちょっとやってみたい。一般病棟をこのぐらいに作るでしょ？で、隣に HDU も作るでしょ？で、診断室、医師待機室、ナースステーション。で、手術室ももう作っちゃいましょうか。マストじゃないけども、心電図室と超音波検査室も作っちゃおうか。ガーッとこうやって。はい。一個の部屋にしちゃいます。ここは通路ね。うん。うん。一通り、とりあえず作ってみました。これ、すごいね。全然わからん。せめてなんか、床の色を分けるか。さすがにこれは支障が出るだろう。うなされた時に見る悪夢。あとそうだ。トイレ、あ、でもトイレあるからいいか。
でもなんかこの中でオールインワンにしたいんですよね。トイレと用務員室もちょっとさ、この通路を潰して作ったりできるのかなこれ。あ、いけるね。本当に？手術室前に便器があるっていう。あー、シンク作れないのかこれ。なんでだ？壁がないとシンクってダメなのか。あー、そうなんだね。じゃあシンク作れないわ。残念。じゃあ便器もっと増やすか。やっぱあくまでね、開放感がこの循環器化のコンセプトだから。よし、完璧だ。できましたね。循環器化欲張りオールインワンセット。衛生観念はゼロ。じゃあ、循環器化解説スタート。あ、いいですね。みんなでね、一つの部屋で患者意識不明になりましたけども、一丸となって頑張ってもらうということでよろしくお願いします。お、患者第1号ですかね。来ました来ました。さあ、あなたは急性心筋梗塞、普通に歩いてきたけど、か、狭心症だって。おお、心臓の病だね。さあ、じゃあちょっと行ってください。はい、今日はどうされました？あ、お隣にも入りましたよ。あなたは肺血栓塞栓症。なんかやばい病気多いな。まあ、循環器だもん。そうだよね。お、入った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 。あ、入院になりました。入院されましたね。で、患者2号の方は、今血圧を測ってるところですね。どうでした？まあ、でももう一択でしょ。肺血栓塞栓症じゃん。抗凝固薬、あー、血栓ができないようにする薬かな。一個隠れた症状あるの気になるけどね。大丈夫か。あー、もう処方箋出しちゃったね。1210円ドル、ありがとうございました。お大事に。お、関根理沙さん。あ、この人有望なインターンだった人だよね。フェローにレベルアップしたって。いやー、素晴らしい。だって見て、迅速移動速度が増加、慰め、診断で不快度を増加させません。診断の天才。うん、素晴らしい。で、専門分野2つ目、麻酔か。麻酔はいらないんじゃない。上級診断がいいな。うん、こいつ診察医だからね。いやー、いいね。成長した成長した。あ、トイレ使った。交換のトイレ使ったぞ。すごい。この世界には羞恥心というものはないのか。しかも手も洗えないからね。雑菌まみれですね。まあ、近くていいよ。合理的ではあるよね。合理的って言っていいのかな。あんま患者来ねえな。みんなもっと心疾患抱えてほしいんだけど。高血圧でもいいよ。お、これ以上検査実行できない。浜田由香さん、脱力。あー、ミキティか。え、何ができないかというと、血管造影検査。これさ、俺あの CT のことだと思ったら、なんかね、血管造影検査用の機械があったわ。別に、これこれこれ、血管造影装置。これどこに置けばいいのかは全然わかんないんだけどね。何かなのこれ、そもそも。まあ、年下今金がないからできないんですけど、超音波検査もできないっつって言うけど、なんででしたっけ。これ超音波検査じゃなかったっけ。これそうだよね、超音波検査室ですよね。これ救急じゃなかったっけ。あ、一般外科か。そうか、救急で超音波検査室ってそもそもないのか。ちょっと他一個ずつ潰していくしかないかもね。じゃあできたばっかりの循環器科に行ってもらいましょうか。はいはい、浜田さん、引っ越しでーす。5階の循環器科にお願いします。大部屋です。タコ部屋です。トイレの横通ります。びっくりしたでしょう。世界的デザイナー日馬健吾さんの作品ですからね。さあ、そして
あれ、また救急に戻された。救急、だから戻してどうすんの？お、戻ってきちゃったよ。じゃあ次は神経科に行ってもらおうかな。たらい回し。すいませんね、何回もね。はい。あ、ほら、できるようになったよ。脳波検査できるじゃん。うんうん、いいよ。ここでじゃあ、やっていきましょうよ。はい、検査しまーす。診断室でーす。脳波検査中です。どうですかね？まだあんまり変わんないっすね。まだ5ページ分あるもん。いや、まだできることはある。腰椎穿刺。あ、なんか痛そう。腰の中注射した？いやー、変わんないね、でもねー。あ、待って。またあれだ。ミキティに変わった。また、下に連れ戻されるぞ。今度、あー、ダメか。帰らんない。一旦行くしかないのか。くそ。次、行ったり来たりしてるな、浜田さん。浜田さん、行ったり来たりしてもしゃあないんだよ。あれね、これ。診療科では患者の診断を行いません。大森さんも、ボタン熱、ロッキーさん、高反熱。聞いたことねえな。ああ、また腰椎穿刺。おー、え、神経科に行けばいいんじゃないですか、じゃあ。はい。ああ、また大森さん、意識不明。あ、これまずいな。これなくなるパターンじゃないかな。やばそうだね。何回も意識不明になる人ってマジでやばいからな。お、なんだ？あ、3意識不明の患者を救う。あ、大森さん救ったのがラストだったんだ。3万ドル、州補助金、ありがとうございます。あ、確定した！黄色ブドウ球菌性髄膜炎だって。あ、じゃあ、いけるんじゃない？抗菌薬。よかったね。治せるんじゃない？これ。じゃあ、浜田さん、この人、名前言ってないもんね。これどうすりゃいいんだろう。本当だ、この血管造影検査したいんすよ、俺。X 線つってっからな。だから放射線科なのかな、やっぱり。あ、これだ！あったあった !CAG 検査室。これで血管造影って書いてあるもんね。これか。さて、どうしようかな。放射線科はだいたい1階にまとめておいてあるんだけど、さすがにもう置けないので、別館の4階、ここに置こうか。はい。血管造影装置。2万5000ドル。高いねー。まあ、でもしゃあない。CT みたいな感じだよね。CT の半分みたいな。よし。OK。これでいけるんじゃないですかね。うん、いけるね。血管造影検査。じゃあやっちゃってください。あ、そうか。待合室がないのか。これ今やろうとしてるの、そうだよね、血管造影、あー、そうだそうだ、CT と同じだね。つうか、ここそもそも、たどり着けないね。ここよく書いた。なんもないもんね。あれ、どっから来た？あ、エレベーターで来たのか。びっくりした。じゃあ、ここのフロアはさ、この壁もう取っ払っちゃおう。バシン。ここに待合室をね、もうめちゃめちゃ広い感じで作っちゃいましょうか。よっ。まず、はい、四方にね、頭蓋骨を配置して、何かしらの儀式をやってるような感じにしましょうか。はい、浜田さん来ました。血管造影検査ですね。おー、すごい。こんな感じなんだ。さあ、これで、わかればいいんだけどね、病気の種類がね。ラウンジ満席、初めて見た。こんなのあるんだ。脳神経科のラウンジ満席だって。ちょっと待って。あー、ここか。確かに満席っぽいですね。いいよ。追加しましょうか。お安いご用っすよ。そんぐらい。はい。さらに2つ追加。うん。これでいけるでしょ。いいね。はい。俺ちょっと戻るから。浜田さん見ないと。この人俺最後まで見届けたいから。あれ、なんか、医者とか行っちゃったけど。ちょっと待って。ずっとここに？ずっとここ？嫌だね。あ、来た来た来た。あ、終わったんだ。診察が。なるほどね。はいはい。さあ、でもまだ、ん？あ、もう結果出た感じ？これ。
結果出たんだけれども、全然変わってない。わからずじまいだね。心電図ってこれできると思うんだけど、これなんでできないんだっけ？この心エコー検査も心電図室だって。心電図ってだってあるよね。循環器か。あ、ほら、できるできる。できるじゃん。やってあげて。俺さっき、でも循環器は連れてっても何もやってくれなかったよな。なんでだろうね。すごい、もう、病院内を縦横無尽に浜田さん爆走中。でもこれ安心だと思わない？だってここでさ、うーっていううめき声あげたらすぐにナースステーションに聞こえるわけだからね。いや、またちょっと待って。なんでまた、救急に戻されんの？あ、わかった。ここで選んでなかったからか。あー、わかりました。もう一回、もう一回やってください。もう一回チャンスをください。いや、勝手にやってほしいんだけどな、このあたりな。じゃあ、心エコー検査からやってもらいましょう。やっとだよ。やっとできたよ。さあ、原因少しでも絞れればな。尿管結石だった。最終的に超音波検査したら一発だったね。マジか。じゃあ、体外衝撃波結石破砕術。中国4000年の歴史。よっしゃ、破砕してくれ。破砕した？まだか？これからか？おー、なんかいじってる。すごー、結構細かいよね。あ、トイレ、トイレ行く。トイレ行った。あ、でも終わったんだね、多分ね。うん。よし、これで浜田さん多分大丈夫でしょう。俺も、なんか、尿管結石をちょっと小さい塊がね、ありますって、なんか言われたわ。今ちょっと経過観察中なんだけどさ、怖いよね。尿管結石の痛みってめちゃめちゃ痛いって言うじゃん。怖っ。あ、浜田さん、満足度すげえ低い。不愉快、食べ物がない、退屈、欲求が深刻、手を洗う場所がない。あ、手を洗う場所がないって、かなりマイナスなんだな。あらー。ごめんな。オールインワンなばかりに。さあ、というわけで、結構いい時間収録してる。もう1時間半収録してますね。今回はこちら。オールインワン循環器科を作りました。やっぱ手洗い必要かな？ちょっとごめん。最後に。壁作ってさ、仕方ない。それだけはやろう。悔しい。壁は作りたくなかったけど。しょうがない。ここだけな。はい。ハンドドライヤーもつけてやるか。しょうがない。うん。そうだね。洗って。隣で乾かして。よし。はい。循環器科ですね。ただ、ベッドは全然誰もいませんね。そんなに多くないんですね。患者の数。まあでもちょっとね、俺、すごい気に入ってます、これ。ちょっと目がチカチカするけど。あ、なんか怒ってるぜ、なんか。こっちは笑顔だ。空気読めてない人じゃない、この人。君誰だっけ？あ、見舞い中の人か。満足度低いけど。どうした？あ、変動要素なし。あ、ちょうど半分ってことね。なるほどね。はい。ということでですね。次回は、じゃあ、内科を作るかな。まあ、なんだかんだ、一動画、一診療科って感じになってきたね。いや、でもそれもいいと思うんですよね。はい。ということで、じゃあ、今回はここまでしましょう。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。